はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、ヤスさんから。はい、いつもありがとうございます。スターウォーズのね、9-1 ですね。ライズオブスカイウォーカー。こちらのシリーズ1。こちら2箱ですね。よろしくお願いします。じゃあ、1箱開けていきます。大丈夫。商品間違えてたらやばいな大丈夫です。でレギュラーカードは寄付ということで、シリアル以上のヒットですね、お送りいたします。まあシリアルと、サインかスケッチとあとメダルか、まあね、ミレニアムファルコンのレリック出ればですね。まあ比較的やっぱり出やすい感じはしますよね。オッズ以上に。はい、24パックですんで、少々お待ちください。こちらのボックスからは、直筆サインカードか、アーティストのね、直筆で書いたスケッチカード、どちらかが出現する商品になってます。プラスアディショナルもう1枚、ヒットがありますが、そちらは、まあ大体メダルカードだったりします。まあそこがね、ミレニアファルコの、破片になる場合はありますね。オツオーバーはあまり見たことはないですね。よいしょ。よいしょ。はい、24パックね、結構ありますんで少々お待ちください。ちょっといっぱいになってきた。はい、とりあえず。よいしょ。まあ一応ね、映画見たことない方も、まあ一応9-1といっても大体がトレーラーの、場面ですんで、まあそんなに映画見てない方でも、そんなに差し支えないかなと思います。はい、じゃあこちらからいきます。はい、じゃあ、ヤスさんね、よろしくお願いします。シリアル以上ですね。あのグリーンでもこれシリアルありませんので、こうか。インサートだと、色がついてればシリアルがある。あ、船尾くんなおこれ店長もらおうかないらないですか船尾くんね、最後生存確認、はい、されておりませんね。これもインサートです。はい、インサートのパープルは299とか199、88番、これはお渡しで、こちらオレンジ、はい、こちらもシリアルあります。23-99。船尾くんどうしたんだろうなね、最後ね、よしここだ押せみたいなね感じでね、チュインチュインチュインって言ったんですけど、このね AAO の輪にはいなかったような、いたような、いや、いないなお客さん聞いてもね、いや、見なかったですね最後船尾くんいた、いや、見てないっすそんな感じです。はい、で、よいしょ。これはどっちだろう。あ、メダルでした。はい、ナイトオブレーンの、なんだろうね、これね、料理職人みたいな感じ、料理人みたいな、はい、大きな包丁を持ってます。よいしょ。これがワンヒットですね。とりあえずメダル1枚こうかな。プラスサインかスケッチカードどちらかですね。まあ、サインカードだいたいひっくり返ってましたよね。あ、スケッチカードだ。はい。ね。はい。クララさんだ。はい。かわいいお名前ですね。さあ、どうでしょうか。おー！おー！乗り物効果？ん？
ちょっとこのシーン思い出せないな。あ、でもすごい、はい。このシーン分かればすごいいいですね。そういえばね。これどうだ？まあ、カード的にはこうなんですけどね。って考えるとやっぱこうだよね。違うかな？逆かな？いや、分かんない。これなんだろう？このシーン、ぜひ。教えてください。すごい上手いですよ、風景系。クララさん、どうだろう。はい、まあすごいいいスケッチです。コーティングしてあるんですね。うん、コーティングしてある。色鉛筆の上にコーティング剤してあるね。本当はいけないんですけどね。まあ多分粉が飛ばないように、まあ擦れないようにコーティングしたのかと思います。はい、よいしょ。スケッチカードでした。はい、あ、これね、このステッカー、これサイン書いてないですもんね。よいしょ、よいしょ。オレンジがありますね。はい、X ウィング、ポーダメロンの X ウィングだ。29-99。あ、グリーンもありました。シリアル4枚目 116-299。 はい、とりあえずね、引っ張り目終わりました。お送りするのこのくらいの量ですね。はい、スケッチカードと、はい、メダルとシリアルですね。なので非常にコンパクトね、お送りいたします。レギュラーカードは破棄をしないで、捨てないですよ、ちゃんと。東南アジアの子供たちに、はい、お送りして、こうね、喜んでいただけたらという、はい、ことにして。よいしょ。いや、今まで店長もね、カードを捨てるのね、もう2015年のボーマンとかね、もう置いとけないですから、150ケースもやったら。ねえ、アメリカの方もね、いや、トラッシュしていいよって言うんですけど、まあ、もったいないなと思いつつ、捨ててたんですけどね、こうやってちゃんとね、もらってね、くれる方々がいるっていうのはいいことですね。よいしょ。はい、200個目ですね。よいしょ。1箱目スケッチでしたけど、非常に程度はいいです。かなり時間費やしてると思いますよ。時間使ってると思います。よいしょ。今日も1、2、3、4。4件よいしょ、パーソナルありますんで。そうですね、もう11時近くなってきちゃってるんで。ちょっと急ぎます。よいしょ、よいしょ。はい、じゃあ行きます。200個目。こうですね、ダブル向きが。なんでこうひっくり返すとね、カードあるあるですね。カードあるあるです。うん、まだないですね。なん、あ、プレートだ。はい、いきなりすみません、店長がびっくりしました。はい、プレートでした。でもこれはヒットを食われないと思いますね、確か。はい、ベースカード81番のブラックプリンティングプレート101です。はい、食われたっけな、どうでしたっけ。
ちょっと忘れちゃいましたね。あと半分。はあ、どうだったっけな。いや、わかんねえわ。忘れちゃいました。プレートはどのように作用するか。南部くんのパープル。はい、インサートのパープル。これはシリアル。19945。まだですね。サインですね、これね。さあ、どうでしょうか。せーの。よいしょ。お !10 シリ?6番。せーの。あ、指示待ちか。はい。アマンダさん。はい。10シリオレンジ。6の10ですね。カンディアさん。オフィーサーカンディア。どの辺にいたかな?はい。10枚限定のサインです。はい。0とか5から ?5 しか見たことないですよね、まだね。1枚しか見たことないですけど。さて、あとはプレートが出たのがどのようになってたか、ちょっと忘れましたが。インサートのグリーン。299。プレートもヒットなのか。フォーダメロンの99ですね。40番。あ、そうですね。はい。メダルの代わりにプレート。それとサインカードですね。はい。プレートはメダルを消すんですね。はい。ということでした。2箱のパーソナルブレイク、ヤスさん。はい。10シリ出たんですけど。まあ、女性だから勘弁してください。っていう問題じゃないですけどね。はい。まあ、スケッチカードがね、これ、どこのシーンだろう。非常にいいクオリティの。はい。どこのシーンだかちょっと知りたいです。はい。わかったら教えてください。はい。ありがとうございました。よろしくお願いします。